上沼恵美子、オリラジ中田を一刀両断、一遍やってみ、審査員。こんなこと言われたら腹立つ、は。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。タレントの上沼恵美子が、4日放送の読売テレビ系、上沼孔田の釘付け。 毎週日曜のち11時40分に出演。オリエンタルラジオ中田敦彦がダウンタウン松本人志に提言した YouTube 動画をめぐる騒動に言及した。中田は5月29日に公開した動画で、結成16年以上の漫才師を対象にした新たなお笑い賞ーレース、ザ・セカンドから漫才トーナメントから、 富士テレビ系について語り、松本が審査員をやりすぎて権力を持っているなどと名指しで問題提起。松本は自身のツイッターで具体名などは上げずに、テレビとか YouTube とか関係なく二人だけで話せばいいじゃん。連絡待っている。と綴った。 このほか様々な芸人たちが反応してざわつく中、M の1グランプリ、審査員を務めた上沼もコメント。番組でこの話題を取り上げ、なんでこんなこと言うたんでしょうね、に始まり、切れ味鋭くぶった切った。M の1、審査員席での実感などから、松本について、やりたくて審査員やってると思えないんですよ。責任感だと思うんです。 とし、いぶってるわけでもない、と語った。責任を果たして偉いなと思います。重たいと思います、と同情を寄せ、権威の塊など、絶対にそんなことない、とした。中田の動向が収入目的ではないかとする意見には、そうかな、と疑問符をつけ、中田を理解して、ええ人になろうとも思わないけど、と口にする場面も。その上で、ちょっと走ったね。 と違和感をあらわにした。ヒートアップし、カメラ目線で、一遍やってみ、審査員。と強いメッセージも発した。個人的に傷つきますよね。私こんなこと言われたら腹立つはいらんこと言う、たな。いらんこと言わんでよろしい、などと畳みかけ、自分が、しんどい審査員だったので、こんなん言われんねやって、本当に気の毒です、と語った。コメント。 マッチャンは自分で言い返したら自分の評価が下がることを知っているから、あからさまな反論はしていない。そんな中で審査員への経験があり、しかもマッチャンより先輩の上沼さんがこのように援護射撃してくれたのは本当に大きなことだと思う。それにしても中田は見るも無残だわ。 上沼は自分が言われたことが頭にあるのだろうが、先輩だろうが、後輩だろうが、周りがごちゃごちゃ言う必要はない。松本の連絡くださいで肩がついている。必要なら中田に審査員一つやらせればいい。視聴率は上がるだろうが、松本派は軒並み出ないだろうな。逆にそこでダウンタウンが漫才やったら中田がどう審査するか。 想像すると革命的な出来事だ。松本さん一人で審査しているわけじゃないし、そんなに個人の思考に偏るかなと思うけど、それにやっぱりネームバリューは大切だよね。松本さんの名前があるから見る人がいるわけで、実際その大会で優勝しなくても、たくさんの人にネタを見てもらえるチャンスな役で、そういう意味でもやはり用語書の名前は必要なんだと思う。 ダウンタウン松本氏のコメントスキルにもいつも感心させられているものです。彼のコメントはお笑いの評価に必要な一般的な感覚の上に彼特有の奇抜な発想が折り混ざっているからこそ視聴者が思わず笑わせられてしまうのだといつも思っています。この一般的な感覚を持ち続ける彼がお笑いの審査員として重宝されている理由だと思います。 好き嫌いで審査しがちな大御所芸人の方々より松本氏が審査員でいてくれた方が視聴者や審査される芸人さんたちは安心できるのではと思います。安心